さあやってきました。どっからでしたっけ？なんか砂漠に向かうって書いてあって、そのカサドラルシダーっていうさっき言ってた、うん、さっきちらっと言ってたやつの、うん、だから南帝国に行くみたいなことあるんですよ。あまだ行っとったんか、あいつ。いいね。あれ？あ、そうか。なんやつや。なんか、ベクターのマイクが増えてるみたいな話もあったけどさ。あったな。いや、そしたら全員、あれなんやろ？リアルワールド人。ああ、そういうことは使ってたからな。でもほんまにそうなん？まあそうなんだろうな。このゲームの中の設定上ではそういうことなの？そうなんか。結局、拾ったアイテム一回も使ってないんやけど。使わんな。使う機会ないよね。使う機会ないし、なんか、武器を強化しないと勝てへんとかいう敵にも今のところ現れてないから。確かに。今ある武器で十分。モーメントバイトめっちゃかっこいい。いいね。よし。私たちの勝ちだ。お疲れ様。人がいすぎるってのも問題や。何が何だか分からなくなる。見たことある。いかにもって砂漠やろ。いや多分でも俺ここまでしかやったことないかもしれん。これ以上行ったことない。結構中途半端なところでやめてない。うん、やめた。ディザドル砂漠。なんか暑いことによって状態異常とかないやろな、さすがに。モンハンみたいに。ないやろ。いいね。へぇ。ん似たような格好やんけ、確かにな。なんて思う？わからん。なんかマントみたいなもん。それと溶岩やって。いいな。それはそれと。なるほど。ありがとうね。ああ。教えてくれたもんいいけど、結局村行くんかーってなる。あ結構このセーブポイント多いよな。うん、多いな。まあ、飛べってことやろ、基本。これ敵うまい。知らん敵と戦いたくなる証拠もある。いいね。なんか新しい装備品とかでも落としてくれへんかな。ステイオーはあれやもんな。なんか敵から装備出てくるとかあんまないよな。てかないか。ないんじゃないのかな。クエストの報酬とか宝箱とかじゃないと、うん、そっちやんな、うん、あの映画みたいにさ、レアな敵からアイテムがポンと落ちるってことはないわ。
ないんじゃない、なかなかこのゲームではない、ないと思うけどな、多分。よし、そうよ、すごいな、めっちゃ金入れとかないよな。もしかして申し訳ない。ほうほうほう。それと素材取ってこいってことじゃない。そういうことやろうな。そうか。どうかな。いいな。どうでしょうか。つまり砂ガエルの皮。それで。なるほど。そうだな。それで。ありがとうございます。ところで、あ、ディミロっていう NPC に作ってくれた。そうだ。必要物資を揃えてから行こうって。必要物資が何か分からへんねんけど。うん、確かに。アスナガエルの皮。アスナガエルの皮はいるんだけど、あ、これってちょっと強くなってんやろか。あ、ちょっと強くなってるか。え？ああ。っていうか高くね？金ねえよな。金ねえよ。金ねえし、あ、え、もしかしてこれ売れる？売れるっしょ。あ、でもこれ装備しとんじゃん。してるっぽいな。高く売れる素材とかないんか。霜降り肉とか。あ、魚結構高いやん。25円やけど。釣ればいい。そう、ずっと釣ればいい。釣って金儲け。あ、やっぱりあれやな、鉱石の素材高いな。50円とかや。あー、50円って笑ってまう。あ、天気教えてくれる人やん、こいつ。あー、ちょっと逃げない。ちょっと待って。何？あ、三角じゃないかな。話しかけられないじゃん。まあ行くか。普通に歩いてたらおるやん、うん、まあ、ロッカーおるわな。サボテン、こいつは明らかにカエルじゃないけど、砂浴び中。どの部分もさ、意外に硬いんだよ。ソードスキルを連撃食らわしても死なへんっていう。おー、確かにな、さっきも意外と耐えてたよな。なんかレベル差の割に、そう、普通にさ、一発でソードスキル一発でな、死ぬぐらいのレベル差のはずやねんけど。いやな、攻撃力低すぎんねん。武器か、まあ、武器が弱いのはまあ否めへんわ。お、カエルっぽいのおる。いた強いし、しかも23。何ともやれんか。この攻撃のさ、ひるみに対する耐性がないんやけど。ソードスキル打とうと思ってさ、通常攻撃一発食らったら、うん、それでひるんでキャンセルする。結構落ちてたの。1体1個ずつしか落ちてなかったと思って。
2体倒しただけで2目が3つ持ってるから。終わったね。終わったな。で、確か縄張りが 100m 以上離れてるとか言ってたから。あ、いた。どうなの？当たってんじゃない？当たってるんじゃない？あ、いや、やばいな。残念だが、ちょっと行こう。おお、おったおった。あれ？どこ行った？ああ。おい。そこのお前ら。なんか追われてるよね、たまに。よし、集めた。いいね。あ、その場で報酬がもらえる。そういうわけじゃないか。よし。さてと。息子やったかな。うん。あ、なんかが新しいしたみたいなことした。頼む。ごめんね。今はちょっと無理なんだ。話を聞かせてく。もしかして。つまり。助かるよ。うん。ビセアの谷の近くに住んでる。それで。ありがとう。怪我してるって言うけど、あれなのか。新生術で治せへんやろか。治せそうやけどな。治せるよ、多分。アリスとかおんねんから、多分できると思うけど。確かにな。あ、これこそあれか。ワールドマップ。結構あれだ、光ってるところ。ミジャの谷に、おるって言うんやけど、うん、まあ、とりあえず取ればもうすぐ行った方が多分、すぐ切り替わんやろ。そうだ。そんな。ダメだ。ん？まあ当然のことやな。うん。ああ。どうしようかね。助けてくれ。なあ、わかりました。おう。釣りができひんくなるぐらいのモンスターってどういうことやん。なんかさっき水を吸い上げてるって書いてあったけど、うん、水を吸い上げてる。敵多い。ちっちゃい敵が多い。わあ、こいつか。何こいつら。ヤドカリのようなヤドカリか。ほんまにヤドカリや。やっぱヤドカリは有能やと思うけど。
強くなれば言うのやな。なあ、だって一気にさ、多分4タイプで倒せると思うで。モーメントバイトめっちゃ気に入ってるのにクソ弱い。岩型木ヤドカリってすごい名前だな。お、こいつから水晶のかけら取れんねん。へえ。この背中の水晶どうするやん。嫌な。空中攻撃してるときに風が落とされるんだよ。おおおお今結晶投げって言わざ使ってさ、なんか背中の結晶投げたんやけど。一体こういうなんかあんやろか。あるんじゃない。なんか来た。報告に行こうぜ。これ多分あれね、関係ないんか。一般通貨モブやね。なんやそれっぽい雰囲気出してたもんな、うん、あ、よし。じゃあ1週間待ってくれとか言われたもんな。いいありがとうな。それと、おう、受けたまわったぞ。できたぞ。ミッション。ありがとう。おう、早すぎる。ありがとうございます。それじゃ、あ、よし。あ、本当にもらえんねや。そういう設定とかじゃなくて本当にあんねや。そういうアイテムが。困りごとを依頼されるようになりました。ああ、ピンクのクエストか。うん、なるほど。この青いのがなんかそれなりのあれなのか、うん、なんかクエストみたいなのがあるところなのか、うん、ちょっとしたクエストあるんじゃない。この夜空の剣のさ、うん、これこの説明さ、うん、ギガシダの枝を元に作られたって書いてあるから、うん、いっぱい枝持ってきてさ、うん、はあ、そうやな。夜空の剣って確か一番なんか硬いところを持ってきたって言ったけど、それなりの枝でも多分それなりの武器作れるか。まあ確かにな、作れるやつな。そうですが、途中で女の子を見ませんでしたか。いえ、見ていませんね。その子は村から出て行ったのですか。そうです。少し前に村の近くで保護した子なんです。その子、記憶がなくて。つまりベクタの迷子ですね。そうです。今日は朝から姿が見えなくて、もしかしたら村の外に行っているんじゃないかと。わかりました。では俺たちで村の外を見てきますよ。本当ですか。ねえ、それでその女の子の特徴は。背格好はこちらのお嬢さんに近いです。年齢も同じくらいだと思います。私と同じ。そうか。それじゃあ探しに行ってきます。